シクステュス五世は、16世紀後半のローマ教皇。本名は、フェリーチェ・ペレッティ。教皇領の治安回復、ローマ教皇庁の財政立って直しにラ腕を振るい、公共事業に惜しみなく投資して、都市ローマを現代に近い形に整備した。批判も多いが、残した業績の大きさでは、歴代教皇随一である。グロッタンマーレ出身のペレッティは、 貧しい一家の出身であった。父は庭師であり、彼自身も豚の世話をして、生計を立てていた。ただ、当時の人々の生活レベルを考えれば、このことは、現代の我々が考えるほど驚くべきことではない。やがて、モンタルトのフランシスコ会の修道院に入り、すぐに説教し、弁償家として、頭角を現した。1552年頃。 フランシスコ会の保護者でもあった、ロドルフォピオダ・カルピ・スー・キキやギスリエリスウキ教・スー・キカラファ・スー・キ教の目に留まったことで、その後の永心が保証されることになった。ベネツィアの教皇巡察士に抜擢されたが、あまりに職務に忠実で、高圧的であったためトラブルが頻発し、1560年に、ベネツィア政府に解任を要求される。フランシスコ会の総代理を務めた後、 1565年に、ボンコンパーニオ数奇教に引きられたスペインへの、施設団のメンバーに選ばれた。施設団は、トレドのカランザ・ヒロツカサ教にかけられた、一旦県議の調査に向かったのである。ピウス5世が、教皇になると、ローマに呼び返されて、フランシスコ会の教皇総代理に選ばれ、1570年に、グレゴリウス十三世の下で、数奇鏡に挙げられて、 モンタルトス気境と呼ばれるようになる。そこで彼は、教皇庁の職務の第一線を退いて、エスクイリリノの丘にドメニコ・フォンターナによって建てられた、ディオクレティアヌステイの浴場を見下ろす邸宅の整備に、専念するようになった。やがて、ペレッティ自身が、教皇に選ばれると、建築事業にも、さらに力が入り、既存の住宅を撤去して、四つの新街路を設置した。 敷地内には二つの大きな邸宅、リ・テルミニとも呼ばれた、システィの宮殿とパラッツェット・モンタルト・エフェリチェと呼ばれた邸宅があった。この工事のために天居を余儀なくされた住民は、んま満んやる方なかった。1869年に、教皇のために鉄道が引かれ、駅が設置されることが決まったことで、これらの施設も取り壊されることになった。シクスティスゴ世は、 数奇教時代から学問への関心が強く、アンブロジウスの著作の肯定版を完成させている。彼は学問の世界においてありがちな他者への批判や攻撃を嫌い、常に恩恵な態度を保っていたことが、強行選挙で、彼が選ばれる一つの理由となった。選挙において、シクストゥス五世が自分の老いを盛んに演技して票を勝ち取ったというのは、後世の作り話である。 むしろ選挙においては、彼の若々しさが評価されている。教皇が若いということはそのまま在位が長くなるということを意味するのである。グレゴリウス13世の時代、教皇領の状態は最悪のものとなっていたため、シクスティス5世は早速この状態の解消を求められた。無法状態となっていた。 強行領の治安を立て直すべく、強行は治安を乱す者に対して厳しい態度を示した。それしか状況を改善することができなかったとも言えよう。多くの盗賊や山賊が捕らえられ、法の裁きを受けた。ほどなく強行領に治安と平和が戻った。次に、シクスティス5世は極度に悪化していた財政の立て直しを図り、一般職務の販売。 貸付制度の創設、新税の導入を進めた結果、教皇庁の財政は一気に持ち直し、黒字へと転化した。こうした、資金集めの方法の強引さに対しては、批判が集まったものの、教皇は国庫に貯まった資金を緊急時の、軍資金すなわち、十字軍や、教皇領の防衛のための資金として隠するよう、努めた。 また蓄積した資金を公共建築のためにも惜しみなく、投資したため、5年という期間に比して手がけられた事業の数は異例な数を記録した。例えばサンピエトロ大聖堂には、ドーム屋根が乗せられ、サンジョバンニンラテラの大聖堂には、シクステュスのロッジアが、サンタマリア・マジチョーレ大聖堂には、プレセペのチャペルが建てられ、クイリナーレ、ラテランを呼び、 バチカンの強行宮殿が改修され、サンピエトロ大聖堂広場などに4本のオベリスクが建てられ、6本の新街路が建設され、6世紀頃に破壊されていたローマ水道を復旧し、多数の道路と橋が補修され、農業と工業が推奨された。失業者対策として、放置されていたコロッセオ防食工場と従業員の 住居の複合体として転用する計画も立案したが、これは事業が実現する前に教皇自身が死去し、後継の教皇が事業を引き継がなかったため実現には至らなかった。しかし、このように高い関心を示した建築の分野でも、シクステすスせ世が今日批判を免れ得ない点がある。それは古代の建築物の取り扱いのずさんさであり、 例えば、トラヤヌスの柱とアントニウスの柱は聖ペトロ像と聖パウロ像の代にされ、カピトリーノの丘のミネルバ宮殿は、キリスト教の都たる、ローマのシンボルに改造されてしまった。シクステス五世の業績で忘れてはならないのは、教会制度の整備である。彼の時代に、数機教の定員は70人と定められ、修道会の数は倍増し、それぞれに、 職務や使命が振り分けられた。しかし一方で、以前として、イエズス会に対する姿勢は、冷淡なものに止まった。また、初めて、バチカンに印刷局を設置し、その最初の事業として、ブルガータ約聖書の工程を行わせた。この事業は、グレゴリウス歴の切り替えの研究でも委員長を務めた、シルレト数奇教を中心とした委員会によって行われたが、 せっかちだった、シクストゥス5世は、委員会のやり方に、我慢できず、自ら聖書本文を改訂して、ブルガータ聖書の改訂版を発行、今後この版を用いるようにという直書を出した。この版は、シクストゥス版と呼ばれ、綿密な検討が行われず急いで作られたもので、あったため評判が悪く、強行没後に、直書の内容の取り消しと改訂作業のやり直しが、 決定された。海底事業の中心となったイエズス会員ロベルト・ベラルミーノは、教皇の名誉に傷をつけないため、1592年に完成した海底バンブルガータ聖書の名前に二人の教皇の名前を関する形で、シクストゥス・クレメンティーノ・バンと名付けた。シクストゥス五世は、政治家としては壮大すぎる計画の持ち主であった。 例えば、オスマン帝国の壊滅やエジプトの征服、イタリアへのイエスの墓の移転、彼の老いのフランス王即位などを夢見ていたようだが、現実は厳しいものであった。特に、スペイン王フェリペ2世の動向が気に入らず、その勢力拡大を好まなかった。彼が、ナバール王ンリを破門して、フランスのカトリック連盟とスペインの無敵艦隊の後押しをしていた時も、 同盟者であるはずのフェリッペ2世との争いが絶えなかった。そのためアンリがカトリックに改修すると彼に期待をかけた。しかし、アンリとの交渉でも教皇は期待した成果が得られず、逆に教皇の誓いを求められたため、これを保留している。シクステュス5世は同時代人から厳しい批判を浴びていたが、歴史家たちは彼を偉大な教皇の一人に数えている。確かに彼は、 思いつきで行動し、頑固で、先制的な人物であったが、自らの目標に対して、全力で取り組んでおり、手をつけた事業のほとんどを完成している。歴史の中で彼ほどの有形無形の業績を残している教皇はいない。ありがとうございます。